です。どうも、アスラだけど中長とファイ、はい、ということで皆さん、はい、1時間でイケアで何分食べれるか、はい、やばいですね。なんか思ってたのと違って、はい、以前僕らコストコで1時間何円分やったんですよ、はい、まあ、ちょっと似てる部分あるじゃないですか、コストコで行けやみたいな感じ、うん、同じ会社だと思ってたそれぐらいなんか仲も一緒っぽいんですけど、イケアにね、あのフードコートみたいなのがあるんですよね、うん、それを最近知ってやろうというわけで来てみたらですよ、衝撃衝撃。コストコ悪いと言うはないけど、あ、すごく別物だねそう、全然違かった全然違う。そうですね、1時間なるほど。まあ、とりあえずね、行きますって後に商品紹介をしたいと思います。はい、それでは行きます。商品紹介をするよ。こちらピキン&チップスサーモンマリネ、シュリンプオープンサンド、クロワッサン、パンオショコラ、モンブラン、ロティサリーチキンハーフ、チーズフライレギュラー、ギャグでしょギャグすぎる。サーモンボールラップサンド、グリーンサラダ、スフレロール、無添加野菜カレー、無添加野菜カレー、唐揚げ、ジビエソーセージ、プラントロールキャベツ、で多め玉、厚切りローストビーフ、これ一番高いです。はい、それでは1時間、はい、用意、スタート。いただきます。どれか食べよう。あとドリンクバーです。あ、そうです、ドリンクバー100円。いや、うまそう。やばっ、怖い、ボリュームすごい、ボリュームすごい、多分肉ジュース結構今までの下の中上位かもしれない。なかなかね、うん、食べちゃうんですか。食べちゃう。あ、濃い、チーズが濃い。すごい、一番店で食ったでうまいかもしれないあ、全然ある。イケアさん喜んじゃう。喜んじゃう。業務提携よろしくお願いします。あれです、いつでも待ってます。ソースヘルティー、うん、合うんです。サーモンが効いてるわ。タレうまそう。あの、ふあ、辛っ、辛っちょっとスパイシー。ミヤマ口辛なのに辛っ。全然辛くない。そう、すごいスパイシーだ。え、お子様カレー。あれ、初動お子様カレーの味した。野菜がすごい。野菜がすごい。そう、値段も全体そんな高くないもんね。1000円あれば、2個ぐらい買えるよね。これは高かった。これも1000円。あ、それ1000円なんだ。え、なんすか、何キス。チェダーじゃん。チェダー、チェダー。味ちゃうやろ。確かね、チェダーは味がいい。あ、うまっ。これ1人前じゃないよね。レギュラーとラージやってレギュラーにしたけど、1人じゃ多分みんなで食べてる、きついかも。あ、じゃあ俺もこのロティサリーチキンいいですね。うん、これもうまそう。クリスマスって感じのチキンですね。ん、どうやって行くのこれ、どこでも。あ、柔らかい。なんか骨あんだけどめっちゃ骨だ。ずっと骨どこ食っても骨じゃん。うん、多分外側だったら、うん、まっ、味はいい、こんがりした味、焦げ味って分かる、香ばしい、香ばしい、焦げ味は褒めてねえよサーモン。あ、俺それも食べた。うん、マリネが分かんない、緊張がない。あ、この味うまいけど、けど出ちゃったうまいけどはもうね、けどダメだ、ダメだ。いや、うまいよ、うん、ちょっと選ぶ、大人の味、うん、どう選ぶ。唐揚げもあるなんてね、どんだけ広いんだよ、食文化そこめちゃくちゃ広大な話になったさあ、アメリカンソーセージ、そういう時も通行で、うまっ割合おかしくないな君だけすっごいちっちゃい、せめてフォークの先っちょのとこまで送るだろう。うん、なんかサルミみたいな。ああ、いや、学んだわ俺、イケアは。タグを買いに来て、フードコートでご飯買って食べて、美味しかった。車戻って中継するね。あ、そう、聞いたからさっきだっけな、びっくりしたな俺らが車でね、屋上入った途端、目の前の車がめっちゃ深いキスしてそれも長い入ったところだね。そうそう、俺らの後の後に来たアルファードに乗ってた助手席の奥様、こういうことだいや、なるよ、だってあのね、可愛いやつ長かったもん、映画とかで見る深いやつだったから、アメリカのやつでした。まあまあ、そんなことはね、こちら気になってたね。いいっすか、
これはどういう意図なのかね。ブチョッなんだろうね。え、見たこれ作り方。え、こうこうやってやワンパン入れる一回、ね、拳なんとするよね、だってそういうことか。こうしたらこうやって切ればめっちゃ柔らかい。ローストビーフっていう、もうその味が引き出させるソースみたいな。じゃあ俺これでいいね。すごすごいもう詰ませんなよ。うん、2分ぐらい飲み込めないんだよ。厚切りだからなおさらか苦手そう。唐揚げもそうだけど、やっぱここ揚げ色の強さうまいね。揚げ物はすんごいわね。唐揚げめっちゃうまいね。ロスサイ食べた。うん、目玉出る。うんうん、かわいいよ。目玉出るよ。先週頑張ってアメリカアニメーションみたいな。え、あれだってお前 3D 技術習ったんじゃない？2ヶ月でやめたわ。どの文化にもこういうジャンキーなものにポテトを絶対入れるっていうのあるの？どんな文化って全部アメリカンじゃね。全部アメリカンでした。あれ、フィッシュ&チップスはアメリカか。ああ、そうだね。なんでフィッシュ&チップスなんだろう。チキンとポテトで。ここね、豆知識多分知らない人結構いると思う。イギリスを代表する料理の一つ。スタートから違う。もともと白身魚のフライに棒状のポテトのフライを添えたもの。ロキサリーってアメリカ？イギリス？イギリス部分あるよ。なんかイギリス味を感じたな。イケアイギリスに占領されてる説あるよ。ロキサリーチキンはフランスです。何こじゃない、いろんな国の国のグローバルフードコート。イタリアンでしょ、パンはフランスか。でもクロワッサン自体、クロワッサンはどうなんだ。欲しがりだね。ごめん知識だよ、みんな。オーストリア。じゃあ問題です。デーレン絶対当たんないな。ローストビーフはどこでしょう。シンガポール。これはヨーロッパの方に。俺ヨーロッパって言われた国言うんだ。そもそも響きいいよ。響きいい。響きいいよ。ユーコシアン大陸あれだよ。ユーラシア大陸。ユーコシアン。ちょっと日本入ってる。コシアン入っちゃった。正解はイングランド。イングランド。いや、なんかロキサリーチキンどこの国。さっき言ったよ。うん、覚えてる。確か学習するっていう頭にいないからね。よく昔先生にやられなかった。スイス。正解はイングランド。イングランドだっけ。イングランドだっけ。おー、合ってる。フランス、フランス。びっくりした。イングランドじゃねえよ。フランスだ。フランスか。いや、俺フランスだと思ってて、えと思って。だとしたらめっちゃはずと思って。みんなはずかったよ。人に地下に連れて帰る。フィッシュ&チップス割りきクロワッサン絶対うまい。うわ、うまい。楽じゃん。完璧。うまそう。うん、めっちゃうまい。おい、僕はパン。パン好きだっけ。大好き。クロワッサンは大好き。うん、もっと100点だよ。うん、生地、うん、やばい。こんな気持ちのことある。今度からここ来た時はフィッシュ&チップスとパンにするわ。めっちゃくてパン強い。一番うまい。めっちゃ褒めていい。一番うまい。シューマイよ。もうみんなお腹いっぱいになってきてるところでこんだけうまいのはうまい。見てお母さんと思うよ。この綺麗ダメなんで触る。汚くない。汚いとかじゃなくて触る意味が変わらない。かけるデザート、いただきます。中になんか変わってるね。うわ、スポンジがほぼないタイプ。俺が好きなやつ。何なんだ。見たけど、うまっ。残り時間は23分。うわー、もう一回行きたいかな。少し食べてあげる。あざっす。ちょっと普通は分かんない。だって太ってしまう。痩せろデブだ。グループ名。そう、一人ね。メモグループ名がなんとかしろデブみたいな。その痩せろデブだ。呼びかけみたいな感じの名前だから。おいそこのデブだ。おいそこのデブだ。追加パンオショコラ2つとストロベリースムージー。うーん、うまそう。300円ぐらいです。ちょっと汚いんですけど。あ、いいんじゃない。すごい多いんですけど、ポッと終わりに腹いて遊び。うん、うまっ。健康って感じ。全然食べてこれ飲めますか今から。4分で。マジホームルーム中に腹が痛くなるぐらい痛い。ああ、それは緊急事態すぎる。トイレこれ行ってね。さっきこれ行って、ちょっとトイレ行きたい。本当にもう今来るな。もう緊急事態。3分耐えられない。すいません。
ちょっと、お餅に失礼します。って言って、皿いっぱいのやつに出てきちゃう。すいません、失礼しました。なんかドーン。違う違う、動画じゃない、普通に食べたいから。サイズパン食えない。なるほど、なるほど。ジャムの甘いの、ね、マジでジャムの嫌なとこ食べる。はい、かわいい。さすがだね、しかも。もうそれ終わり。やばい、2分13秒。お前は最後にちょっと撮って、なんか、俺はまだまだ入れるぜって優しさみたいに見せてるけど、別に頼んだよね、みたいな。俺は食えるから、ね。いや、お前に残り2分でこれを任せるのは心配だったから。飲み込めば終わり。お前は1分だよ。俺を助けなかったら死んだからな。そんなことない。絶対ない。あと30秒で今俺を食っても食えなくねえだろ。はい、終わる。はい、あと23秒ですけど、もう買えませんので終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。借りませんですけど、彼が帰ってくるまで待ちたいと思います。お疲れ様でした。大丈夫ですか。お疲れ様しました。それではね、全部食べ終わったので合計金額を発表します。はい、確かコストコの時は3000円ぐらい。そう、そんな。あの時の方がなんか俺はきつかった記憶が。しかも残ったしね。あ、めっちゃ残したし、ね、全部完食したんで今回発表させていただきます。僕らが1時間で池田で食べた合計金額は8049円。8000円いきました。食いすぎだろ。いや、普通じゃない。今日の中で俺が一番食べました。一番ね、いけるでしょ。一番結局やれって言われたら、もうこんな頭悪い食べたけど、デザートとかでね、2時間ぐらいで終わる。ああ、そうね。キアの素晴らしさを知れた企画です。これプライベート人気あるよ。そう、いや全然マジで。フィッシャーのチップスとパンをおすすめします。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。風を切って走ってゆく希望の街へと。はい、というわけで初めてのイケア、だいぶ、興奮しました。めちゃくちゃ美味しいものもあってね、中もあの後見たらね、もう絶対将来買ってやるぞっていうものがいっぱいあったんで、いつか動画にできたら嬉しいです。というわけで、明日のアクシデンターズはしょうちゃんはんぺん無限説、まあ、去年ね大根ねやったんですけど、もうねこれはね、もう見たらわかる、絶対に無限。それでは明日の動画もお楽しみに。